ちょっとね、B1 隊での滞在期間が少し長かったように感じますが、今現在ついにランクマッチの B2 へのリーチをかけた状態です。はい、まあ、ちょっとその上がる瞬間をねちょっと皆さんにお見せしようかなと思って収録を始めました。まあ、その前にまた恒例、まあ、恒例っていうかあれだけどカードパックをちょっと開けていこう。まあ、5パックぐらい引こうかなと思います。5パックね。なんか毎回なんかあんまバン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 引いててもあれだから5パック引く。来い。まあでも前回レジェンドが本当アホみたいに出たからな。今回はどうだろう。これ1枚ずつ引くの好きやねんけど。プリズンドラゴンだ。アイラ。あ、なんか、なんかすげえ ドラゴン。え、真珠当たっちゃった。真珠わざわざ生成までしたモンスターなんだよな。初めて当たったかも。自力で引いたの初めてかもしんないわ。よし、じゃあ次。ルピエ。俺最近さ、最近その、なんつうの、ミッションの存在に気づいて、最近やり始めたミッションは。今までなんかあれとか全然、なんか意識せずに、もうひたすらランクマッチも送ってたんで、なんか最近ちょいちょいなんか他のクラスも使ったりはしてるんですけどね。まあフリーで。リバー。うわぁ。まあそうだよなぁ。微妙だよなぁ。よし。5パック引くか、こっから。5パック行こう。なんか悔しいわ。でもこういうなんか熱くなっちゃう人間はね、やっぱね、ガチャ引いちゃいかんわ。ダメだ。今日は5パック、合計で5パックって言ってたのに。引くの。え、このベノムコブラって当たったの初めてかも。うおぉ、ファフニールかぁ。2枚目なんだよなぁ。ファフニール2枚目。まあ、でも当たりました。まあ、砕いてもいいしな。うん、やっぱ当たって嬉しくないことはない。ベノムコブラってのがヴァンパイアなんだ。あー、必殺を持つ、なるほど。あ、セクシーヴァンパイア来た。ヴァンパイアの必須カードだよね、これ。あ、落とすね、落とす。ちょっと待って。今回普通引きいいんだけど、俺。やべえ。また乙姫引いてもうた。まあ俺序盤ほんと苦しんだからな、俺。リセマラも頑張ったのに俺、レジェンド1個だったし、ここに来てやっぱり確率っていうのはね、収束するもんなんですよ、皆さん。ね？これ王の豪運ですから。もう一気に行こう。上級アルケミストってね、これ。あー。ラスト行きます。まあでもレジェンド2枚なら十分やろ。しかもロイヤルやし、ロイヤルなのか乙姫やし。はい、てな感じでちょっと、まあデッキは特にいじらずにそのままもうバトルに行こうかなと。現在A、B2 への昇格かけております。はい、マッチングいたしました。よろしくお願いします。あれ相手 B1？ あ、B2？ 安心してください。相手 B2 じゃないな。さて始めましょうか。おー、まあでもクイックブレード引けたからよしだな。でどうしよっかな。ロイヤルセーバーオーレリア、ウィッチ相手にこいついても、でもそっか、相手の能力が選択できないだから、これ残すのありだな。ありだな、このままこの、なんかね、あれだな、スペル除去の対象にもなんないんだよ。まあ、この序盤で相手が3、まあ、3体いる状況をしっかり狙っていかなきゃいけないっていうあれはあるけど、いや、多分、事故んない。あ、オッケー。何もできないターンっていうのが一番もったいないから、ロイヤルは。まあ、次、理想は次でやっぱり、コスト2引ければ一番いいんだけども、まあまあ、最後バンなもんぜーな、マジで。着々とやってんだろうな、スペルブースト相手。まあでもこっからいい感じな、いい流れじゃないですか。3、4、5とで、こっち高校なんでもう進化を教えなく使っていこう。そうじゃなきゃやられる。ファイヤーチェインとかね。あとでもロイヤルセーバーオーレリア出せたらもう勝ちな気がするけどな、これ。
相手が3体以上っていう状況は、まあ、スノーマンとか出てきたら狙えるけど、もう何これ。体力2以下の相手のフォロワー1体を消滅させる。ブレード、よし、ナイス。OK。モンスター出してきませんね、相手が。モンスター出さなきゃ勝てへんゲームやぞ。出してこいよ。ゴーレムとかなんか出してこいよ。空気読み消す。秘術パなんだな、相手な。秘術なんだな、オッケー。いいでしょ、フローラルいきます。でも当然の進化。これで決めます。やっと揺らってね。修正は剥がれない。ただのニコちゃんとブレードで攻撃。了解。まあいい盤面を作ったはずなんで、あとこっからまあいかに相手の魔法を耐え切るかだな。ロイヤルセーバーがやっぱそのこの特殊効果ついた状態で出せれば一番いいんですけど。ただ相手の動き見てると厳しそうなんだよな。相手の動きを見てると厳しそうでもある、正直。せっかくやっぱ入れてるからね、活躍させたいっていうのはあるんだけど、まあそうなるってことだよね。まあこの時点でここでスノーマンとか来てくれればもう一番ありがたいんだよね、俺にとっては。秘術デッキにスノーマンって入んの？クラウド、何これ？ラストワード。僕だってできるんだ。おわー、これで決めるわ。いつか止めるようになってやる。相手のフォロワーだからね。相手のバガーじゃないんだよね。フォロワーだか。まあ OK でしょう。フローラル2枚目来たんだよな。2枚目いくか、これ。2枚目行っていい場面かな、これって。相手、ラスコのラストワードっていうのは、筒の一つ出すんですか。ロイヤルセーバー、ちょっと相手のモンスターもう全部全無視したいから、メイドリーダーとゴブリンで行くかけど、このメイドリーダーで、それを引くんだ。ロイヤルセーバー出したい、でもそこにあまりこだわりすぎるのも良くないか。とりあえず殴ろう。悲しみを立ってみせる。ここゴブリン温存でもいい気がするな。ゴブリン温存でいいや。ロイヤルセーバーのちょっと受けるポケットを作る。で、相手がうまい具合にもう一体フォロワー出してきて、で、総攻撃仕掛けてきたタイミングでセーバー出して、で、あと進化とかいろいろやってみたいな。感情の流れを作りたい。あと欲を言うと、このロイヤルフロントガードじゃなー、相手ワニレット多いな。フロントガード出せるまで粘れたらダメージも一番いいんですけどね。ただかなり有利な場面を作ってるとは思うんだけどな。あー、殴ってきたか。なるほどね。まあ、そこ相殺して、秘術が3枚あるんだよ、相手。申し訳ありません、ご主人様。相手除去にこだわるな、やたらと。結果的にやっぱゴブリン出しとけばよかったなっていう風になりましたね。だったらもう次、いや、フローラルはな、フローラルの進化って何これ、編成の、はぁ、
むぜえ。押せ。次は負けないぞ。これはもう相打ちだな。もうてかもうこれをやるんだったらなんかあんまロイヤルセーバー温存した意味がない。なんかちょっと下手くそな気がする。フレイングは祖国のために。フローライフフェンサー出すか。出してちょっともったいないけど進化、こういう進化すごいもったいないんですけど、まだ1個余ってますし、え場を作って相手に何かさせないと、動かさないと。あーでもこの段でやっぱファイアーチェーンとか使ってくんのかな。やっぱビーチってファイアーチェーン3積みなのかな。何これ総変装かな。これ総変装の召喚か。フロント側のジェネラルがいるんだよな、こっち。え、6ってどういうこと。あそっか、プラス1されてんのか。もう痛いじゃない。やべえぞ。あ、風神来た。来た風神。もう風神でやっちゃうか、ばっこり。このタイミングの風神は神やろ。で進化させて風神自身を進化やね。でこいつまず破壊で、こいつも破壊。よし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 、いい引きだった。さあ相手カードが手札4枚ですけど、コスト8。こっちはフロントガードジェネラルとかも色出せるカードはあるんで、スノーマンとか出していけへんかな。虹の輝きやるぜ。あ、戻すだけか。今引いたカードで何ができるかって話か。偉大なる教え。カードを1枚引く。しかしカードを消費すればするほどコストが減っていく。知識とは永遠なる。よし、もう勝っ、知識とは永遠なる。勝ってるな。勝った。勝ちました。私の負け。オッケー。なんとか無事に B2 に上がることができました。当然の結果です。連勝なんで。よし、 OK。 B2 来た。まあということで、まあ、B2 に上がれたんで、まあ、よしとしましょう。ただまあ正直この B1 でね、かなりね滞在しちゃったんですよね。でそれはなんか決してやってないとかじゃなくてさ、普通にやってて勝率が B1 になって急激に落ちたんだよね。だから上がったり下がったり繰り返して、ちょっとゆっくりグラフを描いていくみたいな感じになっちゃったんで、この B2 も一気に駆け抜けて A0 への昇格を迎えたいと思います。はい、では皆さん、次回のシャドーバースでお会いしましょう。ありがとうございました。